ャンピオンシップジュニアクラス決勝 A メインスタートします。スタート5秒前。さあスタートです。さあ素晴らしいスタートを切ったのはピンクのホイールブルーのボディ高等賞前回1番の加藤宏君。さあ2番手は大久保佐藤幸一君が攻めます。3番手に来ました。2クロのドライバー阿部健太郎君。さあセーフジャンボを見渡せて1台に対応してきました。その車は早くもコース2回も。さあちょっと見通しておりますが前回1番加藤幸一選手セーフジャンボキッチンクリア、そしてテントライブの通過、ピンクのホイール、そしてブルーのボディ、おっと、1台、マシンが壊れてしまった車、前傾3番の加藤、大きく乗った車でしょうか、そして2番手に上がってきた選手は、4番目のところにジャンプアップ、カイフォン7選手、さあ、ピンクのホイールの車、カイフォン7選手が2番手、その車は、大発見ですね。やっぱり前傾の1番加藤博士君。さあ2番手に開放7社、そして3番手に前傾5番のバンドリストなんですよ、阿部裕太郎君が来ております。さあ2位以上の男阿部裕太郎君が3番手。さあとても佐藤君の車はおっともうこれだけではなく勝てちゃうような勢いある前傾1番の加藤博士君。ブルーのボディの車、さあ、そして2番目の車はどこを走っているのかな。2番目の車はダブルジャンプをクリアして、ちょっとフォークに乗り上げたが、ピンクのボディ、前傾4番、カイフォン7点、テスト。さあ、そして3番手が、阿部裕太郎君、セーフジャンプをクリア。さあ、各選手、各ドライバーですね、アンジェドライバー、新鮮なものでして、コンビネーションジャンプ、そのままテーブルトップ。さあ、ここら辺はかなり混戦、どうなっているのか。トップはブルーのボディ、ピンクのホイール、前傾が加藤フルコースのステップ。さあ、そして2番手にカイフォン7ちゃん、3番手に、前傾が小寺カイトフルが上がってきております。さあ、3番手にカイトフルが上がってきた。時間の方は2分50秒です。2分50秢。さあシルバー、そしてオレンジのウィングのこれらカイトフルかなり飛ばしております。さあそしてピンクのボディ、カイトフルナナちゃんが今コース2サイドピンクのボディですね。さあそのまま前転1番の加藤博士君、現在9周目で走行しております。3分20秒経過。さあ高速バックセクションをクリアして危なげない走りで、前傾1番コールポジションの、スカイブルーホワイトのボディから、そして、ピンクのホイールの前傾1番加藤博士君がジュニアクラス初代チャンピオンに向けて、レースをリードしております。さあちょっとマルちゃんとクラッシュがありましたが、依然レースをリードするのはチュック君、そして2番手に前傾4番カイフォン7ちゃんが来ております。さあピンクのボディ前傾4番の、7ちゃんが現在2番手。3番手に、前傾2番2番スイートがスタートして、ちょっとトラブルがあり遅れてしまいましたが、ぐんぐん追い上げている前傾2番の小寺カイト君。さあ4番手に前傾5番アメリカ太郎君、そしてアメリカ8番を見せて2番手勝負をしていた
小松一太郎。